はい、どうもハゴンバンチはウエスタン木村です。今日はですね、ジョジョフェス SSR 超グレードアップですね、こちらの後半戦がやってまいりましたので聞いてみたいと思います。いつもでしたら、後半戦は引いてないんですけどね、出なかったということで引いてみたいと思います。赤尾校長来てください。では参ります。さあ、腕の色は何色だ。稲妻は走っているのか。さあどうだ、どこどこどこ、ターマミー、そしてドラララララボインゴー、あれが続く。さあ3枚目はおっと、石 SR 出ました。4枚目トニオさん、5枚目、お、これは2枚確定、2枚は確定。そしてポルタロ、やった、ハイコンだ、悪くないし、悪くないです。さあ7枚目、そして8枚目、多分8枚目たまみ、また見ましたね。そして9枚目ラスト、さあどうだ、何が出てくる。んー、ストハイム、お前じゃない。しかし有用ユニットが現れました。ワンツースリー、どうだ、バイツはかからなくていいけど、せめて SR、 R が R です、ちょっと痛いですね。さあどうだ、アビティ上がった、やりました。さあこちらは当然上がる、魂チップが全部になりましたね、10個になりました。出てはいます、出てはいますが、どうなんでしょう。では2セット目参ります。さあ稲妻は走っているのかどうなのか、どこどこどこ、違いおダーン。さあ3枚目猫グーサー、さあ4枚目はアンジェロー、5枚目どこ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 、メシーナ、ドラララ、お、そろそろジョタロー、7枚目、これはやはり1枚コースか。さあ今回のは荒ぶらない、荒ぶってません。さあラストはじゃんけんですね、じゃんけんロハン、お前ではない、ワン、1枚のみ、ドラララ、さあ決まった、どうだ、うん、久しぶりセペリさん。さあ問題はセペリさん上がるか、アビリティアップ、アビリティアップ、アビリティアップしてください、しない、辛い。セペリさん来たのは嬉しいんですが、アビリティアップしなかった、残念。では3セット目参ります。さあ輪の色は何色だ、そして稲妻は走っているのか。1枚目こちくん、2枚目ガーミー、そして3枚目はワムー、4枚目この間アビカンしました金田石。さあそして5枚目マシーナ、6枚目ジョセフ、7枚目やはり R 率が高い、そして稲妻は走らず、ジョセフですね。さあ最後どうだ、何が出てくる、どうだ、スピードワゴンとジョナサンです、ジャン。
ジョナゴンか。そしてワン、ツー、スリードラララララケイチョウ、ドラだ、稲妻走ってる、どうなんだ、アラスイー、さあドラゴンアビリティアップするかな、しない、しない時もあるさっていう感じですね。さあそして4セット目ですね、参ります。さあの色は、稲妻は、稲妻はどうなんだ、ワンチェーン、ドラララララ、ジャックザリパー、さあどうだ、フレフライ、さあ金大地、さあドラララララ、リサリサ先生、ドラララララ、これも1枚のみか、さあ8枚目ぐらいですかね、ジョセフ、よく見るなジョセフ、宮本を刺してラストですかね、これはどうだ、来い、ハイコン、ハイコン祭り、ハイコンはありがたい。さあバイツァはかからない、さあドラララララでジョセフ、ハイコンは上がります。このまま行きそうな感じですね。さあ泣いても笑ってもこれが最後、では参ります。さあ泡の色は何色だ、そして稲妻は走っているのか、ダニエルダービー、ジェイダービーですね、2枚目アンジェロ、3枚目ネコグーサー、そして3枚目ネコグーサー、4枚目ネズミ、6枚目は5枚目ですね、ジョータロー、次6枚目ホルホーホース、前目ジョセフ、あ1枚のみですね、うん、ジャンケンのファンお前ではない、あ数え間違えてましたね、あジャンケンのファン結局出なかったということですね、残念すぎる、おどうだ最後はどうだ、うん、まあジョセフ、馬女セフか、馬まで輝いたんですけどね、馬女セフか、じゃんけんロハン、なんだかんだ言ってギミコイック終了、馬女セフ、おアビリティアップが頭いいですね、はい、というわけでですね、以上のような結果となってしまいました。屋上限定屋上来なかったです、残念です、本当に残念です。じゃあですね、皆さんもこの動画を見て今回は引かない方がいいというのが分かったと思いますので、これで終了したいと思います。いや欲しかったな。ではですね、最後まで動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバタイ。